原守る原守る11月10日から1991年12月5日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。最後の陸軍次官を務めた。広島県課長、原軍蔵の三男として生まれる。広島陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1913年5月、陸軍士官学校を卒業。同年十二月、 不評少尉に任官し不評第71連帯付となる。1922年11月、陸軍大学校を卒業。1923年12月、陸軍省官房付勤務となり、陸軍省副官を経て、1926年2月から1928年4月まで欧州に出張した。以後、陸大教官、朝鮮軍参謀、軍事調査部員、 軍務局会員、この F 票第4連隊付けなどを経て、1936年8月、陸軍大佐に進級し、関東軍副官となった。翌年8月、陸軍省新聞班長に就任し、この F 票第4連隊長を経て、1939年3月、陸軍省省に進み不評、第23旅団長となり日中戦争に従軍した。 1940年12月、留守子の絵師団司令部付けとなり、翌年4月、関東憲兵隊司令官に就任し、1941年11月、陸軍中将に昇進。1942年8月、第9師団長に親保され、満州駅がに駐屯した。1945年4月、教育総監部本部長へ移動し、陸軍気候本部長を兼務。 東部憲兵大使霊館として終戦を迎えた。1945年11月、最後の陸軍時間に就任し、陸軍省の廃止後に設置された第一副音省の時間に同年12月1日から19日まで在任した。ありがとうございます。